ジグムント・レボニエフスキ、ー、ジグムント・レボニエフスキ、ー、またはシギズムント・アレクサンドロビチ・レバネフスキーはポーランド系のソビエト連邦のパイロットである。1934年にソ連邦英雄を受訓した。1937年、北極を越えてアメリカ合衆国への飛行の途中で行方不明となった。サンクトペテルブルクにポーランド人の家に生まれた。 兄のユゼフレ・ボニエフスキは、ポーランドの軍人でパイロットであった。10月革命で、ボリシェビキに参加し、ロシア内戦では1918年から赤軍に従軍した。1925年にセバストーポリの海軍航空学校を卒業し、軍のパイロットとなり1930年に予備役に退いた。1933年から、 北極海航路管理局で働き、いくつかの長距離飛行を行った。1933年7月13日に、世界一周飛行に挑戦し、アナディリの近くに不時着したアメリカ合衆国のパイロット、ジミー・マッターンを救助した。1934年4月には、畜地海で沈没した汽船、チェリュース・キン号の生存者の捜索と救援に参加し、 氷上の臨時飛行場から離陸して救出したパイロットたちと共にソ連邦英雄の名誉称号を受訓した。1935年8月、アント -25 で GF バイドコーフ、V.I. レーフチェンコと共にモスクワから北極海を越えてサンフランシスコを目指す飛行を行い、無着陸飛行には成功しなかったが、アメリカで歓迎された後、 翌年初めロサンジェルスからモスクワに帰還した。19000キロメートルの飛行であった。1937年8月12日、VF ボルホビーチノフの設計した DBA で6人の乗員と共に再び北極点を越えてアメリカ合衆国を目指す飛行に挑んだが悪天候に遭遇し13日の夕方、無線通信が途絶えた。捜索が行われたが、 発見されず、乗員全員が死亡したと考えられた。1999年3月、アンカレッジの鉱山会社の社員によって、プルドーワンとカクトビックの間の浅瀬で航空機の残骸が見つかり、レボニエフスキの飛行機ではないかと報じられたが、回収や確認には成功しなかった。ありがとうございます。